よっしゃー、水着会と温泉会来た。影の実力者になりたくて、セカンドシーズン第8話の反応集行ってみよう。アニオリ会始まった。この2人よく生きて帰ったな。アニオリ会でオープニングカットするのどういう判断だ。勝手に入るな。ジュミの青年の首がある。ジュミのマスクとジョンマスクが並んでいる。枕元変身セットやめろ。マスクコレクション笑うからやめろ。温泉会チャンスか。ナンパ行こうぜ。本当に不用心すぎる。ささやき声を左右に振るな。シドの部屋にあった招待券を勝手に持ち出したのか。大変盛り上がるオープニング来た。オープニングここでかよ。ニューのゴミを見る目。ニューのすげえ顔。これはブチギレ案件。温泉チケットを盗んだ二人の末路は。雑にオープニング入って消えたが。オープニングキャンセルはロタ。めっちゃキレてる。ナンパって命がけなんだな。モブガーデンかわいい。片木には見えない。やさぐれ表情のニューも良いな。この二人無事に解放されるといいですね。お客様どもというパワーワード。口の悪いニュー、たまらんな。初っ端からニュー面白すぎる。またなんか勝手に考えてくれてる。複雑な暗号などないし、シャドウ様の真意もどこにもないよ。またしても何も知らないシャドウ様。怖いお姉様。この段階でまだデートがどうこう言えるのすごすぎる。デルタさん寝てる。今私って言ったぞアルファ様。アルファが私って言って止まったのマジ好き。何の意図もないんだよな。会議開くほど。イータちゃんが可愛い。三つ星温泉ランドの解説助かる。サマーランドやんけ。これ逆にデート争奪戦になるのかな。イクシロンさん久しぶりな気がする。ゼータやイクシロン何気に今期で初めて喋ったか。なんか始まったぞ。七影の前世聞きた。いけない今日に続く大根芝居。何を見せられてんの。アフレコしてるけど。やっぱり金に目がくらんでいる。また金目のものに釣られてる。シド君自身は先週のあれから家に帰ってないんですかね。シャドウの言葉を鵜呑みにしてはいけません。焦ったようにこの地を去ったようにではない。3日やって何もなかったから逃げたな。共感性周知がえぐい。七影の皆さんお疲れ様です。お前のドリルで温泉を。金貨目当てで温泉掘り当てちゃったのかよ。手作業で温泉を掘り当てたの。またしょうもないことで温泉掘り当てたな。すごい改装の仕方するな。温泉に入りたかっただけ。いやそれですらなかったのでは。温泉デート行っちゃったよ。いつから温泉デートになったんだろうな。温泉デートしか興味ないだろう。なんで6枚渡したの。温泉デート争奪戦。アルファ様大人げない。デートはめっちゃ大事ですよね。ニューかわいそう。やっぱり七影のみならずニューも男として見てたんだな。影の英知でいうパワハラは草。パワハラアルファ様、デートという田んぼの前ではパワハラアワーじゃんかよ。今日のアルファ様欲望だだ漏れだけど、偽札編の反動かしら。自分を売り込む売り込む。忍者大会議、こうあるべきだったよな。水着会に参加できるのは3人のみ。シャドウガールズが内戦になってるぞ。これマジで教団壊滅したらこの組織内部崩壊するやろ。デルタはバカで可愛いな。七武天対戦始まった。七影じゃんけんきた。そうだ、じゃんけんで決めよう。じゃんけんとかしそうとか思ったら本当に仕上がった。実に平和的決定法。綺麗に決まったな。勝ったのはベータデルタゼータか。ゼータデルタベータとか最高のメンバーじゃん。本編のゼータ久々だな。おいおいおい、死んだわジャガイモ。指導のいない温泉デートの結末やいかに。いい笑顔しやがって。ゼータさんの出番に光が当たってよかったわ。アニメでゼータのセリフ多いの嬉しいね。デルタはボスとイチャイチャしたい。デルタだけんすぎる。空気悪くなかったかどころじゃないだろ。こいつらポジティブやな。エリザベートとメアリーいるやん。何してるの。なんかヤバいのいたぞ。 DT ボーイ伯爵ってまたひどい名前。シド、今すぐこんな奴らと縁を切れ。なんでこんなポジティブなんだこいつら。魔法使いじゃ成功例皆無やんけ。その経歴はダメなんじゃないかな。サービスシーン来た。ベータの不摂生でたるんだからだ。おお、ありがとうございます。ありがとうございます。
露骨な水着界である。アニオリらしいアニオリの味がする。すごくいい。てか全員おるやんけ。結局全員来てるのかよ。一つ前のカットがなかったことに。当然のように全員ウキウキで参戦している。アルファ様、気合十分。気を引き締めてる格好ではないが、ウキウキアルファ可愛い。イプシロン、水着なのに胸があるだと。イプシロンの胸はどうしてるんだろう。スケ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 ローションきた。これもボディ、ペイントだろ。スケスケもっと見せろ。意外とちゃんと着替えするデルタ。デルタ、水着の方が露出度低いかもしれん。本気のバトルをするな。デルタ&ゼータ最強アタック。いや、ボールの強度すげえな。犬と猫の仲の悪さ。ゼータ一気でもセリフ少なかったからたくさん喋ってくれるの嬉しい。ヒョロくん。ヒョロは犠牲になったのだ。もはや内装がハワイアンズやんか。フラフラダンスになってきたな。結局みんな来てて笑う。彼の目的がこれだったとしたら、これではない。アルファめっちゃエンジョイしててくさ。ベータをおーでっか。サービスカットてんこ盛りで最高ですわ。影実で水着回するとしたらどうする。に対してこれが出てくるの、すごい。ニューさんスタイルすごいっすね。ニュータその水着がえぐい。ニューの水着が一番過激だ。ある意味シャドウガーデン幹部の休日か。外見思いっきりハワイアンズじゃねえか。いや、はぶられてんだよ。さすがシドが認めたモブ。施設の説明ありがとう。行列の長さがおかしいだろ。現代の風景すぎる。ファンタジー世界の空気が息してない。流れ来てるな。来てるか。 DT ボーイ伯爵の本を読むのはやめろ。雪目ちゃんも来てる。アレクシアさんたちもいる。オールスターだな。サウナ満喫してるやん。アニオリらしいから全員集合してる。温泉会来た。水着会&温泉会だっただと。ごく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 。そもそもその本人どこ行ったの。湯船にタオルを入れるのはマナー違反だろうが、今すぐ取れ。またなんかやってる。僕の竜も大きくなってますね。原作者も知らないドラゴンか。どんだけ泣いたのよそれ。君ら劇とかそういうの好きだね。それいちいち劇にする必要ある。キネ生きとったんかわれ。やっぱり覗きに来てるヒョロじゃが。お前はフロー覗くアニメだよな。 DT ボーイ伯爵曰く。バレるから声も出さない方がいいんじゃない。ポチッとな。そんな騒いでたら普通にバレるわ。メガメガ。普通にのんびりしとる。エリザベートとメアリー涼んでるのかわいい。すごい格好してるな。イータなんでバニーガールなんだ。イータさん、ドス、レダナ。ポチッとな。カート2。追撃は基本。オーバーキル。ハワイアンユナ。金幕きた。突然の金幕プレイ。うん、これは囚われのお姫様。アニオリ、神回すぎるな。ハート満軍葬式やめろ。お尻にブスッと差し込んで怪瓶にするアーティファクト。モザイクで割ろた。体液がダダ漏れ。素晴らしいな影の英知。影の実力者、熱いアニメだ。どぼじでそんなこと言うの。またベータの精神年齢下がった。ベータは可愛いですね。ベータ泣かないで。ベータちゃん子供みたいに泣いてる。これがアニオリ。これぞアニオリ。あーもうめちゃくちゃだよ。ベータちゃん号泣しちゃった。ベータだって頑張っている。一気オープニング衣装きた。この変身本当にあったの。原作者も知らない謎の衣装。それそういう服だったの。いつぶりのエロバンクだよ。もしかして2期初めてじゃないか。一期オープニングのスライムスーツでの戦闘は熱すぎる。水着といい一期オープニング回だったのか。こういう温泉ランド的なところで戦隊ヒーローショーは定番。そういえばこれ原作者も知らないドラゴンってやつなのでは。一期のオープニング衣装こんなところで消化するのか。温泉に効果が付与された。ホントシャドウガーデンの皆さんは商売がお上手なことで。さすがだわ。小根たくましすぎる。入有給取ったのに働かされててくさ。シャドウガーデン、ブラック企業説。イータちゃんめちゃくちゃケツをしてくるな。ヒョロくんとジャガくんはどこ行った。イベントスチルすぎる。スヤスヤで笑った。七影の束の間の休日。何回言い話みたいになった。
アルファ様のシャドウガーデンが大好きなの好き。そのシャドウ様一切出てきてないんだけど。しかし本人は不在である。なんだこのトンチ機械は。今回一切関わってないのになぜか都合よくことがうまく運びしとの好感度が上がるという。一気エンディングきた。これ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 。シャドウガールズ全員か。うおー、全員歌唱。エンディングは一期のエンディング曲七影全員バージョン。書き下ろしの原作イラストかな。終始最高すぎるアニオリ回だった。アレクシアのスパーオンがした。オンよもスパー学生になってるやん。今日シャドウ様の出番あった？全く出てこなかったしど。こいつらいつも記憶飛んでんな。俺たちのディティはこれからだエンド。打ち切りエンドやめろ。普段マジネなニューが酒飲むとめんどくさくなるのかわいい。今回イータに散々言われて泣いちゃったのほんまにかわいい。酔って泣いているベータはとてもかわいい。一話のみの箸休めのお楽しみ会なのに面白いしエッチだし見応えありまくりだったな。作者も監督も天才だわ。水着に入浴お着替えとサービスてんこ盛り。最初から最後まで OVA みたいな8話だったわ。今回は意味がわからなすぎるわ。サービス多くて好きだけど。ツッコミどころ満載の折り返だったな。シャドウ様出番なしが一番笑ったかも。しどいてツッコミ入れてくれればもう少し楽しかったかも。前回ほとぼり冷めるまで遠くに行くって言ってたから無理なんだろうが。昔はこういう区切りがいいとこで兄より挟むアニメ多かったけど今は減ったよな。原作にはない話が見られるのはお得感あって好きだな。ちょくちょく見かけるキャラが覚えられないって人にはいいキャラ紹介会になったな。アルファベータガンマデルタまでの4人しか把握してない人とか結構いそうだったし。プール界と温泉界の王道ムーブをしっかりこなしていて実に良かった。シドに性欲がないからやはりジャガとヒョロはこういう時に必要。七影じゃんけんで3人選んで他のメンバーは通常業務だと思ったらみんな温泉来てるのはロタ。ヒョロジャガ視点だとニューを誘ったのに知らない女たちがデートしに来たという意味不明な状況だったんだよな。こんな露骨な会DT ボーイ伯爵も許さないでしょう。でしょう。セリフめちゃくちゃあったし実質イータ&ゼータ救済会だな。たくさん喋ってくれて満足。誰とは言わないがで、ね、金髪美少女エルフちゃんがお姫様なのに便秘で腹にも打肉がついてるってま。ニューがヤクザみたいになってた。あんなキャラだったのか。ニューは婚約破棄された令嬢だからな。なんだかんだ七影メンツより人間味あって好きかもしれん。偽札編でどん底だったメンタルが回復してるからアルファ様のテンションが高かったな。いやーよかった。一期ではやらなかったし地下でフルバージョンのエンディングをここで入れてくる憎い演出よ。久々に聞いたけどやっぱり一期エンディングいいよね。ここぞって時に流れると味わい深い。 CD 発売して1年後にようやく全員バージョン解禁ってのも後にも先にもないだろうな。ということで影実2期8話視聴させていただきました。うおー、ここに来て水着会ありがとうございます。さらに後半は温泉会までありがとうございます。ありがとうございます。今回はなんと原作者書き下ろしの完全オリジナルアニオリ回ってことでもう最高にはっちゃけてました。普段あまり目立たない七影の面々もめちゃくちゃ喋ってくれて出番が増えてたし、いまいち分かりにくかったキャラのおさらいって感じでもめっちゃ楽しめました。まあいろいろとエチエチなサービスカットが多かったのですが、私が個人的にツボだったのはやっぱりイータのバニーガール姿ですね。なんでバニーなのかは謎ですが、ケツアップも多かったし、なんつうか他のどのキャラよりもフェチ度が高かった。普段おとなしいダウナー系のキャラがいきなりこんなエチエチな格好をするギャップがたまんないです。あとはベータの胸でカポロリのインパクトが強かったな。金箔プレイで怪瓶アーティファクトの下りも笑えたし、急に子供になる性格もなんか可愛いですよね。影実でもめちゃくちゃ泣いていました。こういうとこ可愛いわ。七影だけじゃなくニューもちゃっかり水着になってエンジョイしてたのも良かった。ニューさんエッグイ水着持ってますな。そして最後には一期の謎衣装もここで出してくる裏技的な熱い伏線回収、めちゃくちゃダサいと思ったのは内緒だ。エンディングも初の全員バージョンで一期エンディングをお届けするというまさにサービスてんこ盛りの神回でございました。一期エンディング懐かしすぎて涙が止まらない。しかしニューとかも来たのなら666と665と664の水着姿も見たかったな。やっぱ下っ端だから休みなく働いてるのかね。ニューも有給取ったのに働かさせられてたし、シャドウガーデンブラック説濃厚、どうにかしろシャドウ様。
ということで私はこの箸休め会、めちゃくちゃ面白くて最高にテンション上がりましたが、なんていうかいろいろと原作ファンの人からしたら、こんなのやらずに本編進めてほしかったみたいな意見もちらほら見かけました。こういう息抜き会も時には必要なんじゃないですかね。何をそんなに行き急いでるのか全くもって理解不能です。ニュー的な感じで言わせれば、うるせえ黙れ、ですわ本当。ありがたくこのエチエチ水議会を享受しとけ。そもそもこの会自体が原作者書き下ろしなんだしな。まあ原作読んでない私が何言ってもザレ事にしか聞こえないでしょうが。以上、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。気軽にコメントもどうぞ。